今回はチープカシオ DW の 291H を紹介します。一つ前の型番290が映画ミッションインポッシブルでトム・クルーズがつけていたことで有名です。それの後の型番で、こちらは最近公開されたのかな、仮設トイレに閉じ込められた男の映画ホーリートイレットで主人公がつけてました。それを見て購入した、そんな時計です。ミッションインポッシブルモデルもずっと買おうか悩んでたんですが、まあ使わないだろうなと思ってやめてました。でこちらを買ったポイントはもう10年バッテリー、そんなには使わないと思うので、こういう長持ちするバッテリーならまあ買ってもいいかなと思って購入した感じです。 200m 防水 LED ワールドタイム、まあこの辺はいつものチープカシオで、文字盤を説明すると、ここにアナログ時計です。まあはっきり言って全く見えない、単針と長針と一応秒針も動いてます。でこの真ん中にもなぜか秒針っていうの、1秒ごとにこの減っていくメモリー、これも何の役にも立ってないです。この2つがあまり役に立ってない機能で、こちらは東京の3月2日で、こちらが時間です。ガラス風防で、これが若干この周りのガードよりも上に出てる構造なので、ちょっと傷つきやすそう。 G-SHOCK みたいにへこんでたらよかったのになという感じです。ミッションインポッシブルモデルにもあったこのボタンガードに大きなボタンが4つついてます。で機能はもういつものライトとモード切り替えで、こちらがアジャスト、オレンジ色に光るかなり明るいライトで、モード切り替えを押すと時間、アラーム、タイマー、ストップウォッチ、時間、あとはもういつものチープカシオ。アラームも確か5つぐらい設定できて、でタイマー、ストップウォッチ。一つ気になるのはメインの時間を見てるときに間違ってここを押すと他のタイムゾーンにすぐになる、これがちょっと怖い。間違って押していた時にちょっとあれと思うことがたまにある。でこのアナログ時計表示が本当にいらない、全く見えない。もうちょっと見やすかったら使えるのになという感じです。裏蓋はステンレス、ムーブメントは3484、5600系と比べても全然大きなチープカシオで、こちらが前回紹介した GBD200、 GBD200 と同じような大きさ。チープカシオというかもう本当に見た目は G-SHOCK、 ベルトの質感は若干安っぽいチープカシオのベルトです。形はもう G-SHOCK っぽい形、サイズとかデザインはもう G-SHOCK、 機能も若干使いにくいんですが普通に G-SHOCK の機能が入ってます。今回は G-SHOCK のようなチープカシオ DW291H を紹介しました。サイズといいデザインといいもうほぼ G-SHOCK。